はい、どうも秘密基地の愉快な放送局の時間がやってまいりました。ここは音楽とカレー&パスタのお店シークレットベースから、面白おかしいいろんな企画をお送りしていきたいと思います。でね、今回リベンジっていうことで、もも説明お願いします。あ、さっきの説明をお受けしましたけどな、実はですね、皆さん初耳かもしれないんですけどね、耳を澄ませばっていうね、お客さん一緒に盛り上がろうよっていうのシークレットベースの大事なイベントがあって、僕もこのねバンドで出る予定だったんですけど、練習に練習を重ねてやってきたんですけれども、そのイベント当日の夕方、もうね会場入りする手前でですね、僕のメールが鳴りましてね、職場でコロナが大量発生だと、もうみんな検査するぞ、おーみたいな感じのね LINE が来たんで、明日の朝8時集合みたいなことが来ました。もうね、これはこの後人にやっちゃダメだパターンになってしまいました。すいません、出れませんって話をしてね、そしてもうこの話長けて、また抜けて、そしてこのね道に2人、あとピアノの方もいて、あとこのね、カンタ君も出てくれってことね。でもね、ちょっとやっぱり僕もやりたい、完全版でやりたいということで、今日リベンジの機会をいただきました。イエッ、はい、大丈夫です、はい。でね、作詞がさっきモンがね、ちょっとフライング気味で言ったけど、しーちゃんもが、作詞で、カジンナイトのちょっとした時間にモンにね、15分で曲作れって作ったのがむちゃぶりなんだよ。15分で曲作る むちゃぶりだったね。で、その動画も YouTube の方にちょっとアップされているので、時間ある人は見てくれたら嬉しいなと思います、はい。風よ伝えて二人の合言葉を、思いは風
いなのだから、風よ伝えて二人の合言葉、合言葉を。ということで、披露していただきました。はい、拍手。いやあ、この拍手は大当たりっていう。いやあ、ね、2ヶ月ぶりっていうことでね。そうですね。ね、あと練習しないとダメだよ。本当ですね。あそこで間違えるとは思わないんですけど。ダメって言っちゃった。もう結構だね。タコだけいつも。あ、遅い。はい、ということで、秘密基地の愉快な放送局でした。チャンネル登録、高評価お願いします。はい、コメントもよろしくお願いします。はい。